よいスタート。大丈夫だ、お前は俺が守る。命に変えてもらいたい。はい、はい。言わないでくれ、主導だから。そっか、ガチャって言ったらその時だけ一回この入り口の方を見て、また、まあ、あんまり関係なくまた月の方を見て、うん、調子はどうですか。相変わらずです。一番長いですよ。違います。そうですよね、多分再開するんだよ。
野菜などをここに忘れるなよ。ありがとうございます。かっこいいよ、ほら。おお、全部生で食えるから。玉ねぎも含めて全部生で食える。卵も飲めるぐらい。すごい、ありがとうございます。では皆さん、さよなら。お疲れ様でした。よろしくお願いします。ごめんなさい。で、柵をここに待ってて、あそこに奥に行って、係が。火を飛ばせ！年に一度の月帰りの日が訪れた。やがて月はここに現れ、我らを幸に導くであろう。皆で祈れ、そして捧げ物を月に返すのだ。いや、もう少しずつ。あっ、手つのね。はい。うん、このまま欲しいな。ちょっと静寂に。それがガーッと攻めてくるわ。それで来るんで、ちょっとこう頑張った。じゃあ、いってここでまたここで一息して、止まってもいいから、慌てなくて。何外してんの？後ろに来ないから、人の方に行かない。裏です、裏。はい、はい、お願いします。よいさあ。誰だ。うわでも狂ったか。はい、チーズ。よし、さよなら。さよなら。でも、そしたらここを持っていただいて、ここ、はい、で右手で後ろの、ここ持ってもらって、せーの、で、今感じ。はい、じゃあ話して、じゃあしよう。必ず迎えに行く。でもこうこうやってていいですか。必ず迎えに行く。迎えに行く。はい。あ、こんばん。はい、待った。こんばん。こんばん。こんばん。はい。よい。さあ。かかり、お前は生きろ。嫌です。必ず迎えに行く。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。頑張ってください。明日もよろしくお願いします。
ここから見て分かるんだけど、あの茶色いとこありますよね、うん、あそこから奥はねちょっと深くなってるんですよ。うん、であそこまではそうでもない、ここ多分浜崎さんとここぐらいかな、膝ぐらいまでなんで、そこまでこう進んでほしいですね、こうゆっくり入水していくと、で歩き出した中で、まあ、歩き出すところまでですね。ありがとうございます。水の方に向かっていくと、このカットをまずやらせてください。今、はい、あれ、やりすぎようともいけるんですけど、ちょっとあんた、かけるなったら持ってきますけど、気つけるぞ。バッター本番ゴーン用意スタート。浜崎さんすごいですよ、これはすごいですね。やっぱり表情すごいですよね。もう監督のね、だいたいこう狙いとか、まあ、本の狙いでほとんどそういうのが相当すごいですよね。彼女なりにこう作っていく、作り上げて、だってあれあんな冷たい中ね、僕らちゃんと用意してるのに素足で入ってますからね。あれはすごかったですね。あんなの入ってらんない。普通あれ一本入ってたらもう出たく、もう痺れてくるんじゃないですか。完全痺れてるんですよ、みたいなね。実験映画なんで、実験映画のような感じで撮ってるんですけど、そうですね、まあ、短い時間のものを作るっていう、まあ、プロモーションビデオ的であり、今までにないプロモーションビデオみたいなものがいいんじゃないかって話があって、まあ、短編映画っぽくじゃあ作りますかっていう中で、意外とこう浜崎さんの詩読んで、なんかこうシーンとかに置き換えていったら、なんかちょっと自分の中ではすごくこう時空を超えたような広いものになってしまったんで、そこからなんかこう記憶とかそういうものをさまよう感じっていうのを想像したっていうんですけど、どこらまで来た？これは遠くから見てんだよ。いや、いいっすよ。
なんか揺るぎないものがあるんでブレないですよ。だから多分自分の中に演技プランは ある程度あって、あとはその状況というかその空気感で少しずつ変えていってる感じがするんで、的確なんですね一個一個ね、的確なものなんで、それはなんかすごくいいなと思ってて。以上でオールアップです。